わけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ。鍵はいつもの下駄箱の中。きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いないだけど、今度は本気みたい。あなたの顔をちらつかないわ。弟はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋は惜しみなく奪うバーバー、愛は惜しみなく与えるなんてね、名言もあるからね。はい、では昭和といえばやっぱりこの方を忘れるわけにもいかないからね、テレビドラマ夕日が丘の総理大臣とかね、朝日が丘の大統領とか、どうしてるんですかね、最近テレビで見ないんですけど。